には、風俗店の多さイコール COVID-19 の感染リスク、という図に間違いない感じ。この辺は浸透したところから被害が収まっていく感じだが、とはいえ失業者が増えるとき、コメディアンの妄言は決して笑い話ではない現実、にはなる。人間の意識はしかし、どう変わるのだろう。命に関わる話だ。それでも風俗店に行く、何かの使命感さえ？そこにいる女性らは、他に職がないからそこにいるのか、それとも。社会の意識は、未来図として、大賀さんが規定され、それを挟んでのせめぎ合い、というのが今後の絵ではあるわけだが。それは理想か否か、未知の領域ではあり懸念は付きまとい、だから、だろうか。今まで通り、はい、今も何かの、しこり？それは残している。直接は被害のない、しかし壊滅的な横島はそれを背にして、今も何かの壁か。